皆さんこんにちは、私ヒルトップ4階にオープンしました讃岐うどんショップにいるんですけれども、私が実際に、こちらの讃岐うどんショップの、うどんを注文してみたいと思います。はい、こちらなんかあの天ぷらをお好きな天ぷらを取ることができるみたいなんですけど、私はあの好きな、天ぷらさつまいもと、かぼちゃなので、その2つをトッピングに加えようと思います。はい、じゃあまずかぼちゃと、あとはさつまいも、あ、なんか大きいですね。はい、この2つを、私のうどんに加えようと思います。はい、こちらであのうどんを注文することができるみたいなんですけど、私は、中盛りの醤油うどん、温かい方でお題したいと思います。醤油の温かいの入ってます。はい、いらっしゃいませ。じゃ早速いただきます。なんかツルツルしててすごく美味しいです。なんか天ぷらの方もすごいサクサクしてて、なんか温かいのですごく美味しいですね。ちなみにお店の方のおすすめはかけうどんと醤油うどんで、うどんそのものの味を楽しんでほしいということでした。営業時間は月曜から土曜の11時から2時半までとなっています。はい、私うどんの方をいただきましたが、すごくお腹いっぱいになりました。美味しかったです。特に天ぷら、あの私さつまいもとかぼちゃの天ぷらいただいたんですけれども、すごくサクサクしてて美味しかったです。こちらの器は中盛りなんですけれども、女性の方でしたら中盛りですごくお腹いっぱいになるんじゃないかなと思います。讃岐うどんのお店すごく新鮮ですけれども、皆さんもぜひ一回こちらのうどん召し上がっていただければなと思います。